泡盛ザンパプレゼンツ読谷大好き飲み歩き。この番組は有限会社東酒造の提供でお送りします。読谷大好き飲み歩きレポーターはじめちゃんでございます。さあ本日は我が家の自慢一品賞第2弾、はい、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、以前ですねリスナーの皆さんにですね、募集しました我が家の自慢の一品、はい、こちらね前回ご応募たくさんいただきまして、まだちょっとご紹介できてなかった、ものがございましたので、はい、そちらもですね、ちょっと一挙公開していこうということでございます。はい、ご応募いただいて本当にね、ご応募いただいた方がねもう多くいらっしゃったんですが、またその中でもね、数多くね出されていただいた方がありましたので、そちらね、一気にご紹介していこうと思います。はい、ラジオネームザンツマさん、はい、からいただきました俺の晩酌オリジナルおつまみシリーズということで、はい、4ついただきました。ありがとうございますザンツマさん、はい、こちらがですね、1品目俺の餃子、はい、という形でですね餃子ですね、はい、こちらの方をお写真いただきました。まあつまみにはね本当に最適だと思いますしね、青森残飯に合わせるには本当にいいかなと思います。はい、もう一品が、酒が進むザンツマオリジナル俺の野菜たっぷりすき焼き、はい、こちらすき焼きで、すき焼きなんですがね野菜の方がたっぷりと入っているということで、これも美味しそうなお写真いただきましてありがとうございます。まだまだシリーズ続きます。はい、次はですねこれ意外でしたね、はい、俺の残飯のつまみということですね、男のサンドイッチ、はい、青森様サンドイッチ ね朝ちょっとね食べるイメージがね私の中ではね、あったりするんですがね、ザンツマさんはね夜の晩酌ね、もう塗って、こちら青森残飯に合わせているということでございます。パンとバターの焼き跡、あとポーク卵ね、ケチャップとマヨネーズでチョイスして簡単安いっていうことですね、ぜひ皆さんにも試していただきたいと、青森残飯に合うということでございますのでね、ぜひ皆さんこちらもね試してみてはいかがかなと思います。で最後、はい、ね、我が家のソウルフードとなっておりますよということで送っていただいたがザ豆腐ということで、もうシンプルな、ね、タイトルだったんですが、フライパンでね、チリチリいい感じで焦げ目をつけたら塩を少々からの醤油をパラリということでね、こちらがもうおすすめということで、はい、もうこれがお酒はね、進みまくるということでございますので、ね、あと鰹節をね、お好みで少々という形でねなってますので、ぜひ皆さんもねちょっとご参考にしてみてはいかがかなと思います。はい、もうザンツマさんもう一挙にね、俺のつまみシリーズということで送っていただきましたのでね、前回ちょっとね、ご紹介できなかったので今回改めてご紹介させていただきました。ぜひ皆さんもね、まだ募集してますのでね、送っていただければと思います。さあ続いては3月17日からですね、ヨミペイを使える店舗さん、ね、その中200店舗以上村内現在あるんですが、その中で認証店、ね、ヨミペイ、まあ、ヨミタン村の感染症予防対策、はい、こちらをですね、同時に受けている店舗さんには、ヨミペイ使用した時の 30%、ね、代金のバックという形に引き上げられました。はい、お得にね、ぜひ皆さんには読谷村のお店ね、いっぱい楽しんでいただきたいと思いますので、改めてねこの 30% のねバック店のね、お店居酒屋さんね中心にご紹介していきたいと思います。さあ以前にもご紹介した店舗さんも混じりますが、パスタカフェノリーチェさんですね、はい、セナハにございますノリーチェさん、はい、こちら対象店でございます。あと外食屋クジラさん、はい、こちらもヨミペイ、はい、使えます 30% のお店ですよ。でその他にも居酒屋ハリユンさん、あとスモークハウス225さん、味心大将さんで、居酒屋ショウさん、宇治焼酒場
草屋さん、はい、こちらも、ね、ここ最近でもねお伝えさせていただきましたが、使えます、その他にも石地、はい、鳥居店、はい、日蛇橋店2つね村内にまあございますが、石地さん、はい、その2つの店舗でもね、読みっぺ使って 30% バックお店となっております。その他にも味壺さん、居酒屋味平さん、はい、豚屋黒政さん、はい、田舎門さん、居酒屋ゆんたくさん、はい、海空さん、ガジロー飯店さん、鉄板居酒屋杉さん、ね、肉バルニューヨークさん、はい、あと居酒屋マキシムさん、村屋さん、丸一屋さん、はい、こちらも大商店でございますね、はい、ホルモントンビさん、のぼりえんさん、焼肉えんさんという形でな、焼肉店でも使えるという形になってます、はい、まあ、これだけで、さまざまな店舗さん、ね、いらっしゃいますので、ぜひ皆さん今回ね読みペゲットされた方はこういったお店さんでねお得にね、楽しんで、またお食事なのをね、楽しんでいただければなと思います。であと、ナイトというかね、あの夜のお店という形で、ね、チンダミさんもですね、参加されておりますし、あともう本当に夜皆さん行かれたこと、読谷村民だったら行かれたことあるかなと思います。ジャリンコチェリさん、はい、こちらもですね、対象店舗となっております。で新たにですね、最近では住屋さん、はい、こちらもですね認証の方を受けておりますので、住屋さん、あと黒猫屋さん、はい、こちらの2店舗もねここ最近ね追加された店舗さんの一つとなっておりますので、そちらで、まあ、お食事とかされた際にはね、読みペイで支払ってくれた 30% のポイントバック受けれますので、ぜひ皆さんご利用ください。まあ、でその際にもね青森残波ぜひ合わせて飲んでいただければと思います。でまた今ね、ご紹介した店舗さん、多くはですね過去私の方でね取材っていう形でねご紹介させていただいた店舗さんでもありますので、その店舗さん立ち寄った時にはね、まあ、動画の方もねちょっと見ていただいて、その時のおすすめ何だったかなということでね、見返していただければありがたいなと思います。なのでぜひね、店舗さんに行って私の動画もチェックしてみてください。はい、お届けしてまいりました、今週の読谷大好き飲み歩き以上となります。はい、また来週もですね、お楽しみいただければと思いますので、ぜひお聞き逃しなく、まあ、お見逃しお、見逃さないようによろしくお願いいたします。はい、今週はここまでとなります。また来週新しい店舗さんご紹介していきたいと思いますので、ぜひチェックしてくださいね。バイバイ。はい、こんにちは。3月8日、残波の日ということで、この度残波ファクトリーショップでは1998、はい、こちらの限定古書限定数量380本で販売しておりますので、ぜひお買い求めいらしてください。よろしくお願いします。琉球泡盛残波プレゼンツ読谷大好き飲み歩き、この番組は有電会社東酒造の提供でお送りしました。来週もお楽しみに。